両思いになっているにもかかわらず結ばれないのにはこんな理由があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスということで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また不定期ではありますが LINE アット公式 LINE の方でも様々な情報を配信しています。下の概要欄説明欄に LINE アット公式 LINE へのリンクが貼ってありますので、そちらも合わせてご登録ください。あなたが好意を寄せている彼もあなたに好意を寄せている、いわゆる両思いになっているにもかかわらず関係が一向に縮まらない、それどころか結ばれる気配さえない、これは一体どういうことなんだということで、その理由についてね、今日は代表的なものを6つご紹介をしていこうと思います。そもそもね、お相手との関係云々ということにかかわらず、あなた自身がね、あなたの生き方や考え方、あなた自身の自分軸をどう整えていくかという話については、こういうセミナーでご紹介させていただいています。あなたの心の奥底にあるね、本当の自分を発見していくためにどうすればいいかというような話です。こちらに画像が出ていて、日程や場所は下の概要欄説明欄に出ています。ご都合よければね、こちらにお越しいただいてもいいのかなと思いますし、こちらにも同様のリンク出てますから、こちらの方からね、日程場所をご確認いただいて、2日間の割と本格的なセミナーで、僕が2日間ともご一緒させていただくので、直接いろいろ聞いていただいてもいいんですけど、今日はこの場では、あなたと彼との関係というのはいわゆる両思い、お互い好きだよね、彼もあなたのこと好きだよね、そんなことは分かってるよね、しかしなぜ結ばれないのか、その代表的な理由ということでご紹介をしていきたいと思いますが、あくまでも代表的なものなんでね、ここでご紹介差し上げるお話全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただければ、あなたの状況や環境そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。これも下の概要欄説明欄にリンクが貼ってあります。リンクの方からね、ホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらの方からね、ホームページに飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。これはマンツーでね、セミナーではなくて1対1でお話をさせていただくものなので、あなたのご都合に合わせてお申し込みくださいませ。ということで今日は両思いのお二人が結ばれない代表的な理由ということで6ついきたいと思いますが、そのうちの1つ目はこちらです。はい、これ言うまでもないって言うまでもないんですけど、社会的な障害があるからですよね。これはしょうがないよね、別にロミオとジュリエットじゃある、ね、ないけど、そういうお互いのね、立場ってあったりするからね。彼が上司であなたが部下だとかね、なかなかね、彼の方から声をかけるといろいろ問題あったりするよねとかね、あなたがね、取引先との関係でお互い担当者同士で、お互いこれちょっとなんかそういうことあったりするとお互い後々ビジネスやりづらいよねっていうケースもあるかもしれないし、あなたが既婚者だとかね、お相手が既婚者だとか、それはいろんな事情があるでしょうよと。その障害を乗り越えていいのかどうなのかとか、乗り越えていけるものなのかどうなのかとかね、いろんな事情や状況があったりする、それをちょっとね、いろいろ考えてしまうことってあったりしますよね。で、どうしてもね、これは個人差ありますよ、個人差あるんだが、多くの場合男性に比べてね、女性はそのあたりはね、ご自分の感情優先で、いやそんなこと関係ないよと、好きだったらそれでいいじゃないか、ウェルカムみたいなね、ことだとか、自分でレッツゴーみたいなことで、行かれる方が多かったりするんですけど、男の人ってね、割と、いつも申し上げてるように習慣が好きだったりもするから、やっぱり今ある立場とか今ある状況や環境がどうしても心地いいから、それを守りたい、そんな風にね考えてしまうことがある、だから障害があるなと思った時点で、いやちょっと乗り越えづらいよなっていう風に考えてしまって、そのまんまずっとね、逡巡しているというか、ずっと立ち止まってしまっていることがあったりするから、ここはもうね、その障害の内容にもよるとは思いますが、それはね、乗り越えられるもんですよと、乗り越えたところでね、そんなに大きなデメリットってないよねということを、分からせてあげるというかね、説明してあげるか、また時間とともにそういった障害がなくなっていくことを待つかということしかないのかなと思うので、ただ別に彼はあなたのことが嫌っているとか、あなたとお付き合いしたくないとかね、そういうことではなくて、それよりも社会的な障害が
大きいよねっていうふうに、まあ、考えてしまっていることは、まあ、それはね彼がそう考えることもあるだろうし、あなたの方が彼からそう言われてもね、いやいやちょっとそれは今は無理だし、今はお互いこういう立場だからね、どうどうっていう場合もあったりすると思うんですよね。まあ同じようにね、それぞれみんな考え方価値観の中で、ちょっとこれは乗り越えられないなと思ってしまっているからなかなか結ばれないよねっていうことは、まああるよねという、そんなお話でした。そして2番目はこちらです。はい、どうしていいかね、わからないっていう、まあ、これは、男性側の問題でもあるし、まあ、あなた側の、ね、問題であったりする場合もある。まあ、好きだよね、まあ、彼女も俺のことを好いてくれているよね、で、あなたもね、彼が好きだし、彼も私のこと好いてくれているよね、まあ、そんなことは分かっていて、まあ、2人でご飯食べ行ったりもするし、まあ、ちょいちょいね、まあ、日常生活の中で LINE のやり取りをしたり電話のやり取りをしたりとか、まあ、これ別に付き合ってもいいんじゃないかなってお互い思っちゃいるんだけど、いやどうすればいいのかななんていうことで、まあ、ちょっとこうお互い探り合いで、一歩踏み込みにくいというかね、まあ、踏み込む方法が分かんないし、まあ、そのきっかけがなかなかつかめずにいるというケースは、まあ、これはねありますよ。まあこれもねあるあるで、女性の方から、まあどうしてもねこう男性が声をかけてくれないとか、ぐいって来てくれないんだ、これは私のこと好きじゃないんじゃないかなんていうふうにね、いうふうに言われる方もいるんだけど、でもさ男の人は男の人で、いや彼女はね俺の方にちょっとねぐいって来てくれないし、俺はどうしていいか分かんないんですよっていう方もまあいたりするわけですよ。だからこれはどっちがいいか悪いかじゃなくて、お互いそんな状態だから、結局ね、じゃあまあどっちかがね、足前に踏み出すしかないんでね、それをじゃあどうぞどうぞ、いやいやあなたからどうぞどうぞって言ってても話始まらないので、じゃあまああなたがね、彼に対してまあちょっと積極的に行こうかな、行きたいなっていうふうに思ってるんだったら、まあ一歩ね踏み出して、私あなたのこと好きなんよ、あなたは私とお付き合いする気あるんとかね、私あなたとお付き合いしたいつもりなんよっていうことをまあ投げかけてみればいいだけの話で、もしそれでね、いやちょっと無理とか言われたら、それはちょっとまあいや両思いだと思ったのは違ったのかっていうだけの話であって、あそれは誤解錯覚勘違いが解決してよかったね、じゃあもう一回関係作っていこうかっていう話になるんだけど、まあ両思いだっていうことがねある程度分かっているんだったら、あなたの方から彼にね積極的に、いや私あなたのこと好きなんよということをアプローチしてあげて、そして彼にとってはあそうなんだ、じゃあ俺はそういうふうに来てくれるんだったらそれを迎え入れよう、いろいろ考えるね、ごちゃごちゃいろんなことを、まあ理由を考えて止めてる自分をねちょっと取っ払って、あなたと結ばれていこうっていうふうに、まあそんな気持ちになっていく。だから心のブレーキをね、外してあげた方がいいですよと、彼のね、そのためにもあなたの方からアプローチした方がいいんじゃないですかっていう話は、こういうセミナーじゃなくてこういう動画の中でね、過去ご紹介させてあげたことあるので、こちらに画像があって、こちらにリンクがあります。まあつい何日か前の動画だと思うんでね、まあ、こちらご覧になっていただいて、お互いね、どうしていいか分からないって言ってでもどうにもならないんで、まずあなたの方から、前に足を進めてみてはいかがでしょうかというお話です。さあそして3番目はこちらです。はい、まあ1番目2番目の話にね関係するんだけども、関係が変わることに対しての不安感っていうのはこれは誰しもありますよ。彼の方があなたに対してねすごく好意を抱いているし、あなたも彼に対して好意を抱いている。しかし今はねお友達だという状態だから、まあ、いい関係が築けているよねとか、まあ、ビジネスパートナーとしてやっているからビジネスがうまくいっているよねということがある。まあ、それがいくら好きだとはいえ、今の関係を変えてしまうことによって、あれ、ちょっとうまくいかなくなっちゃうと嫌だなとかね、まあ、そういうことってあったりしますよね。例えば上司部下の関係で、まあ、彼が上司でね、あなたが部下でも、あなたが上司で彼が部下でもどっちでもいいんだけど、例えば、まあ、今はね、お互い、何にもそういう関係じゃないからうまくいってるけど、じゃあこれがいわゆる色恋沙汰を絡んだ上司部下の関係だったりすると、そこに私情を挟むなって言ってもさ、絶対挟んでしまったりすることあるじゃないですか。じゃあまたね、その関係がぐちゃぐちゃになった後にね、腹いせに、いや私はパワハラされたんだとかね、いや僕はねあの上司に嫌な思いをさせられたんだとかね、まあそういう話になったりすると嫌だし、まあ、職場でも居づらくなったりしたら嫌だなとかね、まあ、いろんなこと考えちゃったりしますよね。今の関係が、まあ、そこそこ良好であるがゆえに、その状態の方がいいのかもしれないよね、まあ、その方が無難だしお互い傷つかなくていいよねっていうふうに、それはあなたも考えることあるかもしれないし、彼も考えることは
あるかもしれない。いや、むしろ両方がそう考えているからこそ、まあね、結ばれないという話になるのかなと思います。だからそこでね、いや、まあだったらさ、その関係はその関係でいいじゃんよと、まあ色恋の話はちょっと横に置いといて、まあね、ちょっとこうときめく気持ちを心の中に秘めるだけでね、いいかなっていうことで納得いくんだったら、お互いそうしておけばいいだけの話で、いや、そうじゃないと、やっぱり彼とは結ばれたいし、彼にはね、ガンガン来てほしいなと思うんであるならば、まあ、2番目の話に帰って、あなたの方からちょっとね、私こういうふうに思っとるんよと、いうことで、ただその後ね、関係が変わることって絶対ないし、まあ、仮にトラブることがあったとしても、あなたをまあ、傷つけたりとかね、あなたの社会的な立場を悪くするようなこと全くないし、私そういう女じゃないからねっていうことはちゃんとしっかりお伝えになっておけば、あ、そうなんだ、じゃあ大丈夫かなっていうふうに、まあ、彼の方もね、納得してあなたと向き合ってくれるようになったりするから、まあ、別にあなたのことは嫌いだとか好きじゃないということではなくて、まあ、お互いね、好き同士でいるんだけど結ばれない理由としては、そういうね、まあ、今の関係の方がいいんじゃないかなっていうふうに考えてしまっていることがある。だからこそ今言ったように、今の関係を変えてもね、マイナスはないよ、むしろ得になることの方が圧倒的に多いよね、そんなお話を、彼と、まあ、一回ね、向き合って語ってみてもいいのかもしれません。そして4番目はこちらです。はい、今の生活が変わることへの不安なんですよね。まあ、3番目はね、単純にあなたとの関係性という話でした。しかし、まあ、これもね、関係する話ではあるんだが、あなたとの関係性が変わることによって自分の生活、彼自身の生活がね、変わっていってしまうんじゃないかという不安。先ほどもちらりと申し上げたように、まあ、男の人というのは自分のルーティーン、生活習慣が大好きなんですよね。その生活習慣はできることなら崩したくない。しかし、あなたとお付き合いすることによってね、まあ、週末はね、趣味で使ってた時間が自由じゃなくなるとかね、毎日本当はね、一人で立ち飲み行って、まあ、帰るっていうのは、まあ、日課でね、それは結構楽しかったりするんだけど、まあ、一緒にご飯行こうよとか言われちゃったりすると、それはそれでちょっと面倒くさいな、時々だったらいいけど、それが週に2日とか3日になったら嫌だなとかね、毎晩 LINE のやりとかでとかしなきゃいけないわけでしょ、それはそれでちょっとしんどいよねなんていうことを、まあ、考えてしまうことがある。それはあなたのことが嫌いだからではなくて、やっぱり男性のある意味本能としてね、やっぱり自分の生活習慣、自分の生活パターン、これを守っていきたい。特に、まあ、男性ね、年を重ねれば重ねるほど今の生活パターンって崩したくないんでね、まあ、だからおっさんっていうのはちょっと面倒くせえっていう話はね、こういう動画の中でこれまでご紹介させてあげたことあります。こちらに画像が出ていてね、こちらにリンク先が出てます。まあ、あなたの、ね、好きな男性というか、あなたが両思いな人が、おっさんである場合に関してはね、まあ、アラフォー以上の男性である場合にこちらちょっとご覧になっていただくとして、じゃあその生活習慣をね、まあ、変えていくことに対する不安に関しても、まあ、払拭してあげると、まあ、私はね、あなたの生活パターンを壊すことはないですよ。あ、そうなんだ、何、週末こういうふうに過ごしてんの、私はね、週末、私も私でやれたことあるから、まあ、結構忙しいよ、そんなにね、あなたと一緒にいられることはできないかもしれない、だけど、まあ、月にじゃあ 1,2 回ぐらいはこういう形で会う時間を作ろうよとかね、まあ、そういう提案っていうのをすることもできるでしょうし、まあ、そこは話し合いというか、あなたの彼への提案力というね、お話だと思います。また同時にね、これ1個前の関係性という話とも関連するんだが、3番4番ね、共に関連する話なんだけど、じゃあダメだったらさ、もう終わればいいじゃん、とりあえずお試し感覚で一回付き合ってみたらいいじゃんよと、そのぐらいの軽い気持ちでね、彼に提案する。まあ、あなた自身も結局付き合ってみなきゃ分かんないことってお互いあるからさ、ね、どんなにいい男だと思っても付き合ってみたらとんでもないクズだったりとかね、結構あいい人ね、ちょっとこの人問題多いよねっていう人でもお付き合いしてみたら実はすごいいいですだったりとか、まあ、そのあたりは実際ね、これはお互いに付き合ってみなきゃ分かんないこともあったりするから、まずは一回ちょっと足を踏み出してみませんか、でダメだったらすぐまた元に戻せばいいじゃんよっていうような、まあ、そんな提案っていうのも一つありなので、まあ、そのことを考えながら、まあ、一歩ね、距離を近づけてみていただくと、あ、そうなんだ、じゃあ、まあ、せっかくね、お互い両思いなんだったら、まあ、そういう関係になるっていう話になることもあるよねと、そういうお話でした。さあ、そして5番目はこちらです。はい、まあ、ご縁がないというかね、まあ、相性が悪いということもあるかもしれません。これはね、どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、そういう組み合わせってね、もうしょうがないってね、ありますよね。彼があなたのこと好きなのは分かる、で、あなたも彼のことは好きなんだ、だけどどうしてもね、間が合わないというか、
まあ、どうしてもうまくいかないことってあったりするじゃないですか。せっかく2人で飲みに行こうと思ったのに、そこにね、何の悪気もなく、ね、先輩たちが何人か割り込んできて、おーし一緒に飲みに行こうぜなんて話になっちゃったりとか、いよいよじゃあ2人の関係近づきそうだといった瞬間に、まあ、彼にね転勤の事例が出るとかね、まあ、あなたが移動の事例が出ちゃったりとか、まあそういうことで離れ離れになってしまったりとか、何なんだこれっていうことがあるかもしれないんだけど、そういうことってさ、やっぱり現実問題あったりするんでね、まあ本当に間が悪いっていうか、だから相性が悪いのかもしれませんよね。だから今の距離感が実は一番都合が良くて、一緒になっては実はいけないんですよということを、まあどこから、まあどこの誰だか知らんけど、まあそういうメッセージメーター何かが伝えられている可能性があったりする。もちろんそれはだから未来永劫そうなんかというとそうじゃなくて、今の時点では彼とはちょっと相性悪いし、今の時点ではちょっとご縁がないから、まあそこはね一回引いた方がいいかもしれないよね。お互い好き同士だとしてもね、まあ、それをさ無理くりどうこうしようとしても、まあ無理を通すと結局道理が引っ込むから、そういう形でね、じゃあとりあえず両思いだからといって。なんかねいまいちうまくいってないし、いまいちギクシャクしてるんだけど無理くり付き合い始めてみたというと、結局ね後でギクシャクし始めて、いやあの時お前が無理にこういうこと言ったからだとかね、本当は付き合う気なかったんだとかね、いや私だってあなたとなんかそもそも付き合う気なかったのに、あなたはこういう態度を示したからだみたいな、よくわかんないやり取りになっちゃって、結果的にねうまくいくものもいや、うまくいかなくなってしまうことがあったりする。まあだからそういう時っていうのはさ、まあいわゆるこう相性が合わないというか、縁がないというか、いまいち噛み合わない時というのは、あえてゴリゴリと無理なことをしようとするよりは、まあ、ちょっとね間空けた方がいい場合もあったりするから、ただこれはねちょっと状況をよく見なければいけないのは、1回2回間が悪いなということがあっただけで、それでね心折れてガクンと諦めるんじゃなくて、あまりにもそういうことが頻発するようなのであるならば、ちょっとその関係って考えた方がいいよねと、いうぐらいのつもりでね、考えていただくといいと思うし、先ほど申し上げたように、まあ、だから未来永劫別れたらダメなんかっていうとそうじゃなくて、あくまでも今の時点ではそうで、また波がねあなたの方に向いてくることがあったりするから、それまで少しね待った方がいいこともあると、そんなお話です。さあそして最後6番目です。はい、実は好きじゃなかった、もしくは実はもう冷めていたっていうね、まあ、これはね、あるあるで、まあ、あなたの方が彼が私のことを好きに違いないそう思っていたにもかかわらず、まあ、実はそうじゃなかったっていうことは、まあ、少なからずある。これは男性がね女性に対しても、いや彼女絶対俺のこと好きだよねと思っても、えなんでっていうふうに言われて、あそうだったんだっていうことはそれはありますよ。なんとなくねやっぱり日常のコミュニケーションがそれなりにうまくいってると、ひょっとしてね自分が相手に恋愛感情を持ってたりすると、相手もそう思ってるに違いない、そう信じたいという気持ちをね、どっかしら生まれてきて、実は相手とそんなに両思いじゃないにもかかわらず両思いに違いないというふうに、まあ、決めつけてしまっていた自分がいるっていうことも、まあ、残念ながらあったりするんでね。だなんで両思いなのに彼何も言ってこないのかな、なんで結ばれないのかな、いや全然両思いじゃないしっていうね、まあ言ってしまえば身も蓋もないんだけど、そういうこともあったりする。まあだから、1番目から5番目、まあ5番目はちょっと置いといても、1番目から4番目の話をね、あなたの方からちょっと実践してみて、チャレンジしてみて、でもうまくいかないようなのであるならば、まあ、実は彼はあまりあなたのことを好きじゃなかった、もしくは、実はもう冷めていた、一時期はね確かに両思いな時期もあった、しかし時間が経つことによってね、まあ、状況変わってしまうことあるじゃないですか。それは彼が他の女がね好きになってしまうことがあるかもしれないし、彼が色恋の問題からちょっと離れたいっていう風になってしまうのかもしれないし、まあ、単純に彼なりにあなたを追っかけていたにもかかわらず、なかなかねそれが報われないから、ちょっともう無理かということで、まあ、心折れてねすっかり冷めてしまってるっていうこともある。まあそういうケースっていうのもね、まあ、男の人はなぜねこう好きな女性に冷めてしまうのかというか、まあ、追いかけなくなってしまうのかという話、ご紹介差し上げたことあるので、まあ、こうなる前に、やっておけっていうね、まあ、1番目から4番目の話をね、こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もあるんで、まあ、この辺り見ていただいて、まあ、せっかくねこう両思いな時期があったとしても、それをこう逸してしまっていたことっていうのもあったりするので、まあ、その辺りはだからね1個前の4番目の話もそうなんだが、まあ、だったらちょっと一回仕切り直しをして、ねまあ、両思いだからという前提で話をするんじゃなくて、まあ、ゼロベースでね彼の気持ちはないというところから、じゃあどうやってこっちに気持ちを持ってきてもらうかというアプローチに変えていかないと、まあ、そこねちょっとギクシャクしたまんまというか、噛み合わないまんま、私たち両思いなのにつってても
え、全然違うんですけどっていうことで話先に行かなくなっちゃいますから、まあ、そこはね、そうじゃないっていう現実があるんだったら、まあ、それはそれで受け入れるから次に進めていくことができると、まあ、そういうお話でした。ということで全6項目ご紹介差し上げました。両思い、お互いがね、お互いのことを好きだということが、なんとなく分かっている。6番目の話はね、ちょっと別だけど、ただお互いのことが分かっていながらその関係が一歩踏み込めない理由としてはね、大概こういうことが考えられる。じゃあこういうことが考えられるんだったら、あとはそれに対しての対策というのはね、途中申し上げたように、いくつかあるわけだから、いやそんなんだったらさ、相手がちゃんとね、私のことを口説くに来るべきでしょう、私にグイグイとちゃんと男の方から言うべきじゃないかっていうね、ご意見もあろうかと思います。でもさ、そう言ってて結果的に先に進まないんだったら、もうあとはね、あなたの方から行くという方が話が早いわけで、そうした方がね、せっかくお互い両思いっていう関係があるんだったら、その関係をね、無駄にしないというか、お互いにとっていい形でね、結ばれるような関係にしていった方が、お互いにとって幸せになれるんじゃないですかねと、いうことで、参考にしていただけるようであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。